ウェイ。さあ、バロキシーラジオやってまいりましょうか。今週のインカーノンジェネシスはなんだ。はい、こちらとなっております。そうなんですよ、あの前回の週ですか、ストーカー3点盛りの時なんかリセットされてなくてもう一回やれるドン状態だったんだけど、まあそうだね、ストーカー3点盛りの残り2つを選びました。そして今週がですね、プリズマスカナとラトを選んだ形となっておりまして、うん、どうしようかな。まずドレッドから紹介しようか。ドレッドはそうだね、パリスとまんま同じっていう形でとりあえず打ってまいりましょうか。さあ、インカーノンジェネシス化して打ってまいりましょうか。もう本当見た目はパリスまんまなんですけども、まあ悪くはないね。うん、インカーノン効果でね、当てるたびになんか発射速度が上がるんだけど、外すとね遅くなるっていうねものがあるので、結構当てやすいんだよね、このインカーノンジェネシスの攻撃。横に広いんで、なんで発射速度もね上がって、速射みたいな感じで、速射みたいな形でパシパシ打っていけるんですよ、だんだん。これあれだな、進化の4クリティカルダメージ X プラス1倍っていうのを選択してるんだけど、もう一個ね、クリティカル確率と状態異常確率が上がるっていうのがあったんだけど、そっちの方がいいかもしれないね。通常だったらね、切断の割合が高いんだけど、インカーノンフォームになると切断の割合が低めになってるんだよね。火炎の方が高くなっちゃってるから、状態異常持ってガルバナイズドを積んでみたいな形の方がいいかもしれないね。でハンターもっと組み合わせてみたいな形で、そっちの方が火力出そうな気がするな。うん、切断が安定して出てくるかもしれないかな。なんか日本語おかしかった今。とりあえず次、ストーカーのクナイなんですけれども、これは面白いよ。うん、性能としては面白くって、とりあえずやってみようか。あ、そうそうそう、これね、なんかすげえ溜めやすいんだよね。ちょっともう一回やってみようか。こんな感じですぐ溜まるんで、まあいいんだけども、インカーノン効果なんですが、まあ効果っていうか攻撃なんですが、爆発手裏剣なんですよ。まあちょっと遅延するんだけど、結構範囲広くてまあいいなーって思ってるんだけど、ただね、この進化の2だね、うん、絶妙に噛み合ってないっていう着弾のところにしかこの、使用効果乗らないんで、爆発する部分に対して乗んないので、ちょっと噛み合ってないんですよね。なのでもう一個ね、進化効果2の方でドレッドとヘイトを装備してると、まあストーカーフルセットしてると、マルチショットと基礎ダメージが 100% 伸びるよっていうものがあるので、そっち使った方が絶対火力上がるし強いよねっていう感じなんだよね。うん、まあ、リロード速度とかも速くなるっていうのは嬉しいところだし、あとこのクリティカルの上昇っていうのもね、進化の4で結構強いので、うん、これはね、もうヘイトとドレッド組み合わせて進化の2でやった方が絶対いいですね。ほんで今週分のプリズマのスカナなんだけど、これで思ってたよりも強くてびっくりしてる。うん、なんか数値下げられたみたいな話は聞いたけど、なんか全然強いんだけど特にこの2が便利だね。うん、ダメージ受けてない敵に対してコンボカウントが9されますよって、追加で9されますよっていうものなんだけど、うん、パリスでもなんかダメージ受けてない敵に対してなんやかんやっていうのがあったと思うんだけど、これね、エクシマスのオーバーガード腰で殴ると確定で、まあ、ダメージ受けてないことになってるので、キューされて一気にコンボたまるんですよ。これでもうたまりましたこれでもうね、12倍ヘビー簡単に、エクシマスがそこら辺にいるだけで簡単にできるよっていう、まあこういう使い方もありだし、まあ単純にね、やっぱインカーノンでね、あの絶対にコンボ下がっちゃうので、まあ復帰しやすさもあるっていういい点もありまして、で進化の4だね、うん、今回クリティカル確率と状態異常確率っていうのを選んだんだけど、
もう一個ね、候補としてはクリティカル確率が 25% 上がってめちゃくちゃクリティカル確率漏れるよってものがあるんですが、個人的にはこっちの方がいいかなと思いますね。プリズマのスカナって素の状態で 16% しかないので、 16% のところに対して、クリティカル確率 25% 選んだ場合ね、 16% に対して草で 440% したところで確定で状態異常出ないんですよね。なので状態上確率盛りたいっていう形なんですよ。となってくるとこうなってきて、でプリズマのスカナってね、あの切断の割合が75とか70、80だったかな、なんかそんぐらいあるんだよね。結構地味に高いんだよで増強モッドとかもあるし、あとソードスタンスだね、これも結構優秀で、候補としてはねこの2択かな、クリムゾンかストーカーのスタンスかみたいな。クリムゾンの方が総合的な DPS としては圧倒的に高いんだけど、こっちはこっちでね、ストーカーの方はね、使いやすいんだよね、あと移動しながらの攻撃で確か確定で切断が1箇所か2箇所かぐらいなんか入ってたような気がする、こっちのクリムゾンの方は入ってないんだけどね。ただこっちの方が倍率が圧倒的に高くてっていう形で、秒間的にも DPS 高いかなって感じですかね。なんて言うんだろうな、なんか絶妙なバランスの良さで強さを保ってるって感じだね言葉では説明しきれないわ、難しいこの武器に関して、とりあえず適当に貯めてまいりましょうか、やっぱあれだね、無傷の敵に対してはもう簡単に溜まるね、なんか適当になんかスースースーってやってるだけで簡単にね6倍とか溜まって、インカーのフォーム変形しやすいねこの武器。とりあえず敵動かした状態で殴っていくか、コンボ倍率が12倍になりました。結構切断出てるでしょこうしてみると。今状態上確率が素の状態で 26% に対して 440% すると、何歩だ、150下回るかなぐらいの数字になるのかで 70% なんで、結構出るっていう形なんですよね。ほら結構切断バシバシ出せるでしょ。で赤クリもちょくちょくは出るっていう形なんで、増強モッドではなく、グラディエーターマイトにすればもっと赤クリ出しやすくなるんだろうけど、どっちの方がいいんだろうね、増強モッドかグラディエーター積むか。さすがに増強モッドな気がするけどね。最後ラトのインカノンジェネシスなんだけど、これなんてって言うんだろうな、前紹介したさブロンコみたいな感じな、てかもうまんまそうなんだけど、イメージとしては調弾してるっていう感じなのかな、範囲内の敵に対してまたダメージ与えるよみたいな効果なんだけど、これ4の効果が面白いね、プライマリーから切り替えた時に4秒間クリティカル確率が 38% 上昇して、クリティカルダメージがプラス 2.6 倍するっていう形なんですが、このステータス表記見る限りでは通常なんですが、こっちのねアップグレードの方で見たらね、こんな感じで、このバフが影響された状態の数値が見れますねめちゃくちゃなことになってますね。他にもね、進化3でキル時に 50% の確率で瞬時にリロードを行うっていうものがあるんですが、これリロードモーション挟まずに勝手に弾が補充されるよっていう感じだね。で進化の2でダメージが上がってからリロード時にまたダメージが上がるバフが得られるんですが、このからリロードっていうのはですね、1回でもなんていうの、通常のリロード挟んじゃうと、からじゃないリロード挟んじゃうとこのバフが途切れちゃうよといった形 で今からリロードしたんですが、数字描かれてないアイコンのやつがこのバフっていうことになりますね。でカラーリロードじゃないものをしてしまうとこういう風に切れちゃうよっていうものとなっております。なのでこの進化の3と2を組み合わせると、ちょっとカラーリロードしようか、で敵倒せるかな、リロードしてくれるかな、ほら今リロードしたんですが勝手に
風にね、なんていうのかな、もう無限に戦っていけるって、まあ、毎回毎回からリロードすればいいだけの話なんだけど、うん、まあ、こういう風にね、結構組み合わせとしてもありだし、あとインカーノフォームだね、インカーノフォーム中もこのバフはちゃんとね影響されるっていう。で進化のようなんだけど、意外とね手間じゃないですね。ここに2回パパって切り替え押せばこれバフ簡単に受けられるっていう、そこまで手間はないですね。あとね、この武器のいいところ、ヘッドショット時の弾の変換率めちゃくちゃいいね。今2回打ったんだけど、もうマックスまで溜まりましたねで24発っていう形なんですが、まあマルチショット込み込みなんだけど、うん、それでもめちゃくちゃ変換率いいね。ラトロンの時みたいな形でもうサクッと溜まるからすごいいいね、うん。でこういう風に2回武器切り替えてこういう風に撃てる。特にあれだね、敵集めてなんつうの、ザイモスみたいな動き、うん、昔紹介したと思うんだけど、そんな感じで敵を倒していけるんじゃないのかなと思います。うーし、バロキさん、新しいものを見してよ。何今回持ってきたんですか？うん、これ持ってるアイコンがついてるけど、あれ今回なし？あーでもあれだね、俺が正月の時に逃したこちらのクルースーツ、ノバのレベリアンストーリーのものが持ってきてますね。てか一式持ってきてるのか。うん、持ってきてるっぽいね。これ買っていこう、うん。左上に表示されてるってことは、これが一応今回の目玉っていう形になるのかな、バロキさんの中では。これなんだったっけな、俺持ってるってことはね、昔配られたやつなんだよな。なんけ、いっちゃん最初、イースターのイベントだったかな、なんかカラーパレット絡んでたような気がする。イースターだったかな、いや違うな、なんかで配って、でその後ね、ログインイベントで配ったんだったっけなんか3回か4回ぐらいね配ってるんだよね、過去に。これで一番最後がね、覚えてるのがアラートで唐突に来たんだよね結構前なのよ。アラートってあれなの、ナイトウェーブのシステムが来る前だから、4年3年、いや4年ぐらい前かな、の時に一度配ったきりか。そう考えるとだいぶ前だな。うん、といった形の、うん、パリスのスキンですね。よし、購入してまいりましょうかなんちゅう見た目してんだこいつは勘弁してよなんだこの見た目は。ちょっと待って、じゃあ足は、足どうなんのこれ。あ、まあ足は普通か。じゃあ腕は、まあ、腕も普通だな見たくなかったな今のオペレーターで。モッドの方が、アビリティの効果時間とコーパスの近接と、うん、ネタモッドですかが、あ、テンポロイヤルも来てます。でもテンポロイヤルじゃないな今はくるくる回る方がヘビーのスタンスとしてはいいからね今は。とりあえずプライムドコンティニティが最優先かな。これはもう必須級のもとなんでね、これだけ話にならないレベルなんで。で武器はプロババンダルと包丁か、うん、この2つだけか、2つだけっぽいね。ここら辺スキンだもんね。うん、センチネルもこれあれだもんね、外装だもんね。うん、武器2つだけか。そういえば俺あれだな、サーキットの時にプロババンダル選ばれたことないな、まだピックしてないな、うん。この包丁は ぼちぼち来るんだよね。プロババンダル確率低いのかな、なんかそういうのあんのかな、うん、まあいいや。で、そうだね、まあ、とりあえずこのね、オペレーターの外装シリーズ、これは初めての再販かなと思いますね。うん、リンボの芋スキンも結構来てるし、
うん、このボブルヘッドも来てるし、これなんだ、あれこれあれだよね、天の魂の菅虎だよね、あのなんていうんだろう、軍船のやつと一緒に来たやつじゃなかったっけ、この菅虎って。これ初めてじゃね、菅虎地味だからあんま思い出せないやうん、そうだね、今回ちょっと新しいもの持ってきてないのが残念だったが、うん、再販は強めだね。まあでもこのパリスのスキン自体はだいぶ前に配られたきりだからね、ナイトウェーブが来る前だったからね、まあ、持ってない方は結構嬉しいんじゃないのかなと思います。さあというわけで、まあ、バロキチ君、まあね、次回こそは新しいものを持ってきてほしいですね。はい、そうだね、次のインカーノンはやっぱラートロンがもうほんとずば抜けてるかなって。あれその次なんだったっけ、ノコギリのやつだったっけ、んシバーとか含まれてたっけ、あ違う、マギスターだったかな、マギスターも気になるな。うん、いやスカナがねやっぱ予想以上に強かったから、これマギスターも結構化けるんじゃないかちなみにインカーノンフォームとかそういうのを全く一切調べずに僕やってるんで、もう完全に初見みたいな感じなんで、マギスターがどんな感じなのかちょっと分かんないですけども、はい、ちょっとマギスター選びたいなといった形でね。以上バロクシラジオでした。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。